日本橋川は東京都千代田区及び中央区を流れる一級河川。下流には日本国道路原表がある日本橋がかかる。15世紀から17世紀にかけて数字の水利工事が行われた結果、現在の流路が形成された。政令による指定内容は以下の通り。日本橋川は亀島川と共に神田川の葉川である。 JR 水道橋駅西口近く、東京都千代田区と文京区の境界にある、小石川橋で神田川から分岐、ここを起点として、真南に流れる。以降は、ほぼ全流路にわたって、首都高速道路の高架下を流れている。分岐直後から、河川上空を首都高速古豪池袋線の高架が、覆う。本郷大地と麹町大地北部の間の定地沿いを、 流れ安国通りと交差後、南東方向に流れを変える。キニス橋周辺では、皇居の内堀に30メートルまで接近し、この付近から、首都高速都心環状線の高架下となる。神田橋、日本橋、江戸橋などを通過して、亀島側を仕切る日本橋水門付近でようやく、川もが開けるが、空を望める川もはわずか500メートル弱。 中央区の永代橋付近で隅田川に合流する。徳川家康が関東に移法され、後に江戸幕府が開幕して、旧川につながる神田川改作の天下武神が行われた。この時、三崎橋から堀止橋までが埋め立てられ、堀止となった。これは、飯田堀、飯田川とも呼ばれていた。以降、近代に至るまで流域は、経済、運輸、 文化の中心として栄えた。堀の両側には、菓子が点在し、全国から江戸、東京にやってくる商品で賑わった。上流から鎌倉菓子、浦菓子、西菓子、魚菓子、四日市菓子、末広菓子、か菓子、鎧菓子、かやば菓子、北新堀川岩、南、新堀川岩があった。現在でも菓子周辺に小網町、小舟町、 堀米町など当時を思わせる地名が残っている。明治になると、道蔵堀の西半分と外堀が埋め立てられ、飯田堀は開通した鉄道の飯田町駅との運河としても使われる。1903年、宿改正事業によって埋めた区間を再度神田川まで改作し、神田川の葉川として日本橋川と呼ばれるようになる。首都高速道路に流路を覆われているため、 河川としての景観を害していると認識されることが多い。そのため、首都高速の高架橋を撤去の上、橋や護岸などの水辺環境を整備して観光地化するという構想が活発化している。ありがとうございます。